EV ・電気自動車の普及に向け、充電インフラの拡大が課題となる中で、ベンチャー企業が国内最速級となる充電ステーション事業の開始を発表し,ました再生可能エネルギー100%の超急速充電ステーションを、全国に我々が展開いたしますエネルギーベンチャーの PowerX は、 独自に開発した蓄電池を活用した充電ステーションを全国で展開すると発表しました再生可能エネルギーを蓄電池に貯めて高出力で充電するシステムで普通の EV なら最大18分以内で充電できるということですまたパワー X は伊藤忠商事との業務提携も発表し 伊商事傘下のファミリーマートで超急速充電ステーションの設置を目指すなど2030年までに全国7000カ所で展開するとしています。